毎週金曜日は気象予報士に聞くお天気箱をお送りしています。今年もお話を伺うのは気象予報士の甲斐貴博さんです。はい、甲斐さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。甲斐さん、今日のテーマを教えてください。はい、今日は寒の内についてです。明日は二十四節気の一つ小寒になるんですね。はい、小寒と、寒さが小さいというふうに書きますけども、まあ、1年の中で最も寒さが厳しい時期に入る、そういった意味になるんですね。そして明日はまた寒の入りというふうにも言うんですが、はい、立春の前日の節分までの間を、まあ、寒の内、寒中というふうに呼ぶんですよね。この期間に出す新年の挨拶を、まあ、寒中見舞いというのもありますし、また寒さが厳しい頃に寒稽古を行う、そういった行事もこの時期に行うことが多いようなんですね。はい、ただですね、この後の、気温がですね、はい、1ヶ月予報を見ていきますと高めの傾向となりそうなんです。はい、季節が逆行するかのように高い傾向となっているんですけども、1月6日から1月の19日にかけては平年よりも気温が高い傾向にあるというふうになっています。そして1月20日から2月の2日までは平年並みか高いというふうになっているんですね。まあ、冬型の気圧配置になかなかなりにくくなるために、はい、まあ、強い寒気も降りにくい、そういったことに、この1ヶ月間はなりそう、そういった予想となっています。この週末の天気はどうなりそうですか。はい、まあ、20歳の集い行われているということで、はい、まあ、各地の天気を見ていきたいと思います。まずですね、明日土曜日、鳥栖市や神崎市など、まあ、そういった場所でも、各地雲が広がって午前中を中心ににわか雨の可能性がありますので、まあ、お出かけの際は折りたたみの傘をお持ちください。あさって日曜日になってくると、まあ、雲が多いながらも多少日差しが届くと見ています。そして月曜日、成人の日はおおむね晴れの天気ということになりそうですね。明日までは最高気温が14度か15度と、まあ、3月中旬並みと季節外れの暖かさというふうに、はい、なるんですけども、日曜日の最高気温は8度ということで真冬の寒さになりそうなんですね。はい、では唐津からの天気見ていきますと、明日もですね、やはり雲が多くなってにわか雨の可能性があります。日曜日から月曜日にかけては大きな天気の崩れはないと見ています。日曜日にかけては、まあ、風が強まってきますので、まあ、気温以上に寒さ感じられるかもしれませんので、寒さ対策は万全に行ってください。そして成人の日の月曜日の最低気温を見ていきますと、はい、嬉野市や鹿島市といったところでは氷点下2度まで下がる予想となって、まあ、厳しい冷え込みとなりますので、寒さ対策が必要となりそうですね。では週間予報を見ていきましょう。火曜日は雲が多くなりますけども、水曜日以降おおむね晴れの天気となりそうです。そして最高気温なんですけども、平年並みか高い日が多くなりそうですね。日曜日は少し気温が下がるんですけども、全体的に、気温が高めということになりますので、まあ、比較的寒の内のスタートは過ごしやすい日が多くなりそうです。はい、ここまで甲斐さんのお天気箱でした。はい、甲斐さん、ありがとうございました。ありがとうございました。